昭和16年11月23日、択捉島一カップ湾に集結していた南雲機動部隊は、全艦3000マイル南方ハワイに向かって秘密の出撃を開始した。連日の大しけ、船酔いに耐えながら、2週間後にパールハーバーの北方230マイルに達していた。その頃アメリカは空母エンタープライズを中心としたハルゼー提督の機動部隊がウェイキ島近くに怒りを下ろし、ニュートン少将の艦隊も空母レキシントンを筆頭にミッドウェイ島に向かっていた。12月7日、日本外務省はアメリカの野村大使に最後の電報を通達した。この暗号のすべてを解読したルーズベルトは、12月8日未明には日本は必ずハワイを攻撃してくると予想していた。アメリカ作戦部は日本機動部隊の来る方向をオアフ島南西のマーシャル群島と確信し、これを阻止するためのレインボー作戦の行動を開始した。この作戦はアメリカ太平洋艦隊を12の部隊に編成し、マーシャル方面からやってくる日本の奇襲攻撃に備えて、オアフ島南西に哨戒機、駆逐艦、潜水艦などが警戒し、日本軍を発見した場合、ウェイキ島のエンタープライズやミッドウェイ島のレキシントンから戦闘機を出撃させ、パールハーバーの戦艦部隊もこれに向けて発進させる、アメリカ海軍が総力を結集した大作戦であった。だが、このレインボー作戦は七色に輝かず大失敗に終わることになる。戦争は作戦や戦術の前に1に情報、2に補給と言われているように、まず敵の行動を正確にキャッチし、それに対応できる兵と武器、食料などを準備してから戦闘行動に入らなければならない。アメリカ太平洋艦隊司令長官キンメル大将は情報を読み違えていた。航続距離が短い空母赤城、飛龍、蒼龍などを主流とした日本の機動部隊には、北方からの航路は遠すぎる、冬のアリューシャンは例年の大しけで海は荒れまくり、小型艦船ではハワイまで来られるはずはない、あとはマーシャル方面からやってくるしか方法はない、と大きな錯覚をしていた。この日のホノルルはいつもの日曜日と変わらない朝であった。ラジオから流れてくる平和を祈るパイプオルガンが街角にこだましている。だが、この平和な演奏も長くは続かなかった。12月8日7時40分、南雲機動部隊第1波183機突撃開始。
寸前ハル勢はパールハーバー西200マイルのエンタープライズから9機の偵察機を発進させていた。だがその前機はオアフ島南西方面に向かっていった。そこには日本軍の機影はどこにも見当たらなかった。ラジオからは何事もなかったかのようにオルガンが鳴り続いていた。突然アナウンサーが妙なことを言い始めた。ただいまパールハーバーで大事件が起こっているのではないかという多数のお問い合わせがありますが、何も起こっておりませんので局へ電話をおかけにならないでください。その直後、日本軍がパールハーバーを攻撃しています。これは演習ではありません、これは演習ではありませんと絶叫し続けた。奇襲作戦は完璧であった。第一次攻撃隊の指揮官淵田中佐は7時49分トラトラトラを発進した。戦艦アリゾナ、オクラホマ、カリフォルニア撃沈。大破された艦船15隻、失った飛行機188機、死者2403名、1200人近くが傷ついた。第二次大戦でアメリカが初めて受けた大きな傷であった。昭和13年の春から夏にかけて、当時海軍次官だった山本五十六は米内海軍大臣や井上軍務局長とともに陸軍と紛争していた。ドイツ、イタリーと手を組もうとしている陸軍青年将校たちに山本五十六は、三国同盟すれば絶対に米英との戦争は避けられないと抵抗し続けていた。だが陸軍側の強い圧力に押しまくられて、米内大臣と井上局長は役を下ろされ、山本次官は次の年の8月30日連合艦隊司令長官に転出された。着任早々山本長官はもはや大艦巨砲の時代は終わっているのだと主張した。第一次大戦末期にドイツは潜水艦による海戦を発展させ、世界最強の英国海軍を驚かせた。だがこれからの戦争は航空機による空母中心の機動力が勝敗の鍵となるであろう。真珠湾攻撃は連合艦隊司令長官山本五十六の華々しいデビュー戦であった。しかし当時の日本海軍は大艦巨砲主義を捨てきれず、大和、武蔵の完成を急いでいた。自分の力で避けることができなかった戦争に自ら参戦し、一番先に攻撃を仕掛けなければならなかった事態に苛立ちを感じながら、山本長官は司令本部で奇襲成功の電報を待っていた。50分にわたる第一次攻撃が終わると、引き続き第二次攻撃隊167機がホイラーをはじめ各地の飛行場を全滅させた。雷撃機を援護しながらゼロ戦は存分に暴れ回った。パールハーバーは燃え続けた。それは世界中が戦争に巻き込まれたことを示す巨大な狼煙であった。12月8日午前2時、真珠湾奇襲。その突然の報を受けたマッカーサーは厳戒態勢を発令した。彼は日本軍によるフィリピンの空爆はまだ先のことと考えていた。台湾の高雄台南両基地から飛ぶ日本の爆撃機を護衛する戦闘機はマニラまで航続できないと確信していた。午後0時35分、陸航53機の部隊がクラーク基地上空から720発の爆弾を投下。引き続きマニラ西方の伊庭基地を攻撃。100機以上の米軍機が破壊炎上、死者80、150人以上が負傷した。10月22日、日本軍はリンガ園に上陸開始。24日にはラモンに上陸し、マニラへ進撃。28日マッカーサーはマニラ無防備都市を宣言し、コレヒドール島にこもった。その後3月12日、ケソン非大統領と共にオーストラリアへ脱出。強国アメリカのイメージを。
マッカーサー自ら引き下ろす結果となった。昭和17年1月2日、マニラを占領した日本軍は大きく南へと足を伸ばしていった。次の目的はマニラから約3500キロ、ニューギニア南東ニューブリテン島にあるオーストラリア軍最大の基地ラバウル攻略であった。東京から6000キロ、後に日本が全力を尽くして構築したラバウル基地は南太平洋におけるゼロ戦部隊の重要拠点となり、当時の若者の血を沸かせた撃墜王を数多く生んだグランドでもあった。昭和18年4月、山本五十六大将戦死の直前にはラバウル基地の兵力は頂点に達していた。将兵11万人、各飛行場から海軍機は約1500機に上り、その爆音は天地を揺るがし、灼熱の太陽も大変態の機影に遮られて大地に陰りを見せていた。だがラバウルは日本本土からあまりにも遠すぎていた。日本は陸海共同作戦で進撃開始。1月4日、トラック島基地から発進した24機の攻撃隊がラバウルを攻撃。16日までに4回の空襲を行った。陸軍はグアム島から1月14日、第55師団5000の大部隊を2200キロ先のラバウルに向けて出航させた。それに引き続き機動部隊も1月17日トラック島を出港、南に進路を取る。1月20日機動部隊は赤城を主力とする4隻の空母から109機の大編隊がラバウル上空へと飛び立った。1月22日の第2次攻撃でラバウルの飛行場や島内の重要施設を破壊。オーストラリア軍はラバウルを撤退していった。23日未明、日本軍上陸開始。この日のうちに飛行場を完全制圧した。ニューブリテン島はビスマルク諸島最大の島。長さ480キロ、幅80キロ。この東北端に首都ラバウルがある。山本長官は飛行場の急速整備を発令した。海軍はグロスター岬ガス股に飛行場の建設開始。1月31日、この頃からトラック島の基地からラバウルに航空機が続々と移動してくる。太平洋戦争開戦間もなく、オーストラリア軍は英軍から米軍の編成下になった。日本軍の脅威を受けつつある豪州北方地域に兵力が配備された。ニューギニア北東、ニューブリテン島の首都ラバウル、その東方カビエン、東部ニューギニア北方ブロロン、ニューアイルランド島、ブーゲンビル島、フロリダ島、その他に大部隊を送り込んだ。日本軍の基地となったラバウルに、ニューギニア方面から飛んでくるオーストラリア爆撃機と、アメリカが誇る空の要塞と言われた新鋭爆撃機 B-17 の連合編隊による夜襲が1月末頃から連夜続いていた。太平洋を3つの段階に分けて進行する戦略は、山本長官が開戦前に立てていた案であった。4月10日、連合艦隊司令部は、
第2弾作戦、第1期作戦、兵力部署について全部隊に発令した。第2弾作戦は第1弾作戦とは全然異なる。今後の敵は準備して備えている敵である。長期持久的守勢を取ることは連合艦隊司令長官としてはできぬ。敵の軍備力は我々の10倍になり、常に敵の停滞ところに向かって猛烈な攻勢を加えねばならぬ。力ざれば腐敗の体制など保つことはできぬ。これに対して我が海軍軍備は一段と工夫を要す。軍備を重点主義によって整備し、これだけは負けぬ備えをなすようあり。我が海軍航空威力が敵を圧倒することが絶対必要なり。連合艦隊司令長官山本五十六。2弾作戦の偉人はポートモレスビーとソロモン諸島のガダルカナル島北方にあるオーストラリア軍の基地ツラギを攻略する作戦であった。日本はラバウ基地の兵力を増強した。歴戦の勇士、台南航空隊の粒揃いのパイロットたちがやってきた。最新鋭のゼロ戦が送り込まれてくる。東西2カ所の飛行場にピッカピカのゼロ戦が配列される。ビスマルク諸島の日本軍は船艇1000隻、飛行機300機、ラバウル駐留の日本兵9万、海軍農場も作り、長さ150メートルの地下司令部には病院や兵器工場、発電室、その他あらゆる設備を備え、自給自足体制をとっていた。飛行場は当時の海軍全飛行機が収容でき、しかもレーダーも完備し、陸海軍の6つの基地を保有する大要塞となった。ソロモン諸島末端にあるフロリダ島はオーストラリア地域の南太平洋の表玄関である。豪州軍はここツラギに軍港を構築していた。昭和17年5月3日、日本は海軍陸戦隊と島少将のツラギ攻略隊が無血上陸し、半日で占領した。5月15日、ツラギ基地から飛び立った飛行艇が津波450海里の海上で、4週間ほど前に東京初空襲を決行したハルゼーの機動部隊を発見。エンタープライズホーネットを中心とした艦隊は真珠湾に進路を向けていた。ガダルカナル島を最初に発見したのは日本軍の偵察機であった。6月初め、フロリダ島付近の偵察を行っていた水蒸気が津波の南約30キロの地点に四国の3分の1くらいの島を発見。低空で偵察してみると、この島には飛行場を作るための絶好の平地が数カ所あることを知った。連合艦隊司令部は飛行場建設を発令。6月16日、ニューギニアや近くの島々から島民労務者1000人を借り集め、門前大佐の海軍第11摂影隊と岡村大佐の第13摂影隊が上陸。ガダルカナル北岸のルンガ岬地区に飛行場建設の突貫工事を開始した。昭和17年8月7日未明、突如アメリカ大船団がガダルカナル島とツラギ基地に対し奇襲上陸を開始した。飛行場構築のみに全力を挙げていたガダルカナルの日本軍設営部隊は、2日前には工事も終わり、ほっと一息入れていた矢先のことであった。バンデグリフト少将の第一海兵師団1万5000がガダルカナル島北南テナル川河口に上陸開始。上陸前の艦砲射撃に247人の海軍警備隊と設営隊2571人の日本軍はジャングルに撤退。
スラン及びガダルカナル敵大部隊の猛撃を受けつつあり、午前5時全軍突撃を決行す午前6時2通の電報を残して連絡は絶えた。攻撃を受けた津良木の日本軍守備隊700人が玉砕、津良木は米軍に占領された。アメリカは日本軍が4000人近くの労力を投入して建設した飛行場を一滴の血も流さずに手に入れた。この時点までガダルカナル島は日米両方にとって全く知られていなかった。米軍は航空写真で全島の状況を把握し上陸作戦を実施。大本営の陸軍部はその所在さえ知らなかった。ガダルカナル上陸作戦はアメリカにとって開戦以来初めて日本軍の基地を占領したことになる。この日からガダルカナル島は日米両軍の脚光を浴び、太平洋戦争の大きな目玉となり台風の目となった。7日午前、津良木玉砕。敵ガダルカナル上陸の急砲に接したラバウルの司令部は三河中将の第8艦隊に対して出動を命じた。午後3時30分、機関長海を先頭に従順を主力とした三河艦隊がラバウルを出撃。翌8日夜半、ガダルカナル島沖の米艦隊白地に突入。同夜11時30分、三河艦隊は4隻ずつの2隊に分かれ敵を包囲、猛烈な砲撃を開始。米従順アストリア、クインシー、ヴィンセンズ、豪従順キャンベラ撃沈。米従順シカゴ、米豪駆逐艦各1隻大破。わずか30分の海戦であった。米豪艦隊司令官及び艦長たちはこの夜、ターナー少将の機関マック号令においてガダルカナル上陸の戦勝パーティーを開催していたため、敵艦が接近していることを知らなかったのである。ガダルカナル上陸の祝い酒は一瞬にして敗北の水杯となった。ガダルカナル島米軍上陸以後の1週間は日米双方とも空からと潜水艦による攻撃に徹していた。各島々への補給を寸断することが勝敗を決定的なものとする。敵も味方も考えていることは同じであった。8月13日第17軍司令部は川口支隊の主力一木支隊長に対し、海軍と共同飛行場を奪回確保すべし、やむを得ざれば島の一角を占領し後続部隊の来着を待つべし。8月16日午前5時、トラック島から6隻の駆逐艦に分乗出撃した一木先遣隊916人は、18日、大保岬に上陸開始。すでに2日前に上陸していた海軍陸戦隊113人の支援と、ラバウルからの第6空襲部隊の援護によって、目指すヘンダーソン飛行場へと進撃。マタニカオ川西岸に集結していた守備隊からの連絡によると、ガダルカナル島の敵は、放射砲、戦車、弱艦及び機銃多数を有する約2000名である。これらの情報から司令部では
ガダルカナルの米軍はわずか2000名で戦意に乏しく、クラニ方面に脱出しつつある三ありと判断し、一木支隊長に敵が逃げないうちに大至急上陸せよと伝えていた。敵兵力約2000、脱出に手間取っているとの情報により、支隊長は第二次上陸部隊第二艇団の来着を待つことなく攻撃を開始した。8月20日、ペナル川に到着した一木支隊は、翌21日未明、一部を中川正面に進め、主力は早朝攻撃を開始したが、午前9時、敵の反撃を受け、午後には6両の戦車が一木支隊の背後から総攻撃を開始した。最初の攻撃は将兵たちの奮戦にもかかわらず惨敗に終わった。8月21日午後3時、一木支隊長は軍旗を焼いて自決。この日の戦死777名。第17軍司令部が初めてアメリカから味わわされた敗北であった。6月にミッドウェーで南雲艦隊を撃滅し、引き続いてガダルカナルを占領したアメリカは勢いに乗って反攻作戦を開始した。アメリカにとってガダルカナルは太平洋上から日本軍を追い払うための重要拠点となった。日本軍が作ってくれた飛行場はヘンダーソンと名付けられていた。空の要塞 B-17 も配備してラバウル基地を攻撃し、ニューギニア周辺の制空権を奪回することが反攻作戦の第一段階でもあった。ガダルカナルを寝取られた腹いせにソロモンで敵の艦隊を瞬時にして撃沈したが、まだ腹の虫が収まらず、山本司令長官はガダルカナル奪回を発令。ラバウから連日のようにゼロ戦と立候補を出撃させた。8月11日、近藤中将の第二艦隊が瀬戸内海からソロモンに向かって出撃。16日、
南雲中将の第三艦隊昇格随格を中心とした機動部隊がガダルカナルに向かっていた。8月23日南雲近藤両機動部隊はガダルカナル北方400海里付近を南下。翌24日午前10時30分2隻の空母を中心とした敵機動部隊を発見。ガダルカナル北西250海里地点から関少佐の第一攻撃隊37機が出撃した。海戦は珊瑚海ミッドウェーの海戦に続く3度目の空母決戦であった。日本は軽空母リュウジョウを失い、アメリカは大型空母エンタープライズが大破炎上。飛行機の損害は米20機に対して日本は70機を失った。対空砲火の物量の差の結果である。物量の差はこれから先もアメリカが日本を大きく引き離すことになる。ソロモンの海も空も赤く染まっている。明日の海と空はもっと赤く燃え上がるのかもしれない。10月24日ラバウル航空隊によるガダルカナル空爆の後、深夜第17軍部隊はヘンダーソン基地に総攻撃を開始した。だが夜明けとともに米軍機の猛爆を受け、数千の兵を失い、攻撃は失敗に終わった。ガダルカナルはこの時点から日米ともに壮絶な死闘が続けられている。大本営は作戦の重点をニューギニアからガダルカナル島奪回に切り替え、8月末から10月3日にわたり川口一機漁師隊、青葉大隊、第二師団と次々と投入し、10月9日には第17軍司令部が住吉隊の援護を受け上陸。ここまでの日本軍投入兵力は2万近くに達した。アメリカも1万の守備隊にさらに2万近くの増援部隊を送り込み、この島の争奪戦は日米双方が国のメンツをかけた大勝負であった。輸送船の潰し合いは連日行われていた。潰されても沈められても次から次とやってくる米船団に対して日本の補給はこの頃から寸断されていた。後に飢餓の島ガトーと呼ばれたこの島はやがて鉄くずと死体で埋め尽くされることになる。10月24日夜、第二師団小児支隊と歩兵230連隊がヘンダーソン基地へ総攻撃開始。突入成功の方もあったが、草原を飛行場と間違えて攻撃、結局失敗に終わった。戦闘は続く。11月3日小児支隊小岬占領、11月12日夜ガダルカナル北東エスペランス岬沖で激突した第3次ソロモン海戦によって日本艦隊によるヘンダーソン基地砲撃が不能となったため、山本司令長官は
予定していた13日の兵員物資の陸揚げ作戦を1日繰り延ばした。その前夜、巡洋艦を主力とした支援部隊が進撃、ヘンダーソン基地に向けて1000発近くの砲弾を撃ち込んだ。1月13日現在、米軍兵力2万9000に対し日本は3万、数字の上では互角であった。この頃が日米大部隊の激突の頂点であった。10月24日決行された第二師団による総攻撃の失敗に、事態の重大化を認識した陸軍司令部は11隻の高速船に第38師団を分乗させ、ガダルカナルに急走した。途中6隻が撃沈され、残りの船団は野船の間を縫って進撃。11月15日午前3時ルンガ岬西方に侵入。夜明けとともに佐野忠義師団長以下2000名が上陸開始、ジャングルの奥深く突進していった。吉光参謀長、伊藤武雄第38歩兵団長、土井貞志歩兵228連隊長、田中義三郎歩兵229連隊長、それぞれの部隊の4回にわたる日本軍の総攻撃はことごとく失敗に終わった。一方、アメリカ兵士も数多く傷ついた。まるでモグラ叩きゲームのように、叩いても叩いても至る所から飛び出して打ち返してくる日本兵の執念深さは恐怖そのものであった。当初日本は米軍の戦力を過小評価し、千人足らずの一騎士隊を送り込んで始まったガダルカナル争奪戦も最終段階に近づいていた。生き残った日本の兵士たちには、生死をかけた肉弾戦よりももっと厳しい飢えと病との戦いが続いていく。第三次ソロモン海戦後、アメリカは制海権を確保し、物資の補給を強化し、ヘンダーソン飛行場も拡張して兵力を増強、制空権も米軍の手中になりつつあった。11月下旬のヘンダーソンには B-17 を含む124機が配備され、ガダルカナルはアメリカの不沈空母となっていた。山本司令長官はラバウルの航空隊にニューギニア作戦を指令。これによって航空部隊はガダルカナルとの二面作戦を行うことになった。
ラバウル航空隊によるガダルカナルへの本格的攻撃は翌年の1月25日まで続けられた。一方、奪回作戦を敢行している第17軍への物資輸送は潜水艦によって夜間を利用し陸揚げされていた。だがその回数も日ごとに少なくなっていった。兵士たちは飢えとマラリア、デング熱、赤痢などの病に明け暮れて、戦う以前にバタバタと倒れ死の道に追いやられていく。このような状況から山本司令長官は相当な艦船の損害を覚悟の上で、この島から将兵を撤退させるしかないと考えていた。12月31日午後2時、宮中の大広間で御前会議が開かれて、ガダルカナル島の撤退が決定された。連合艦隊司令長官は陸軍と共同し、在ガトー部隊の撤退作戦を実施すべし。昭和18年1月4日、軍令部総長長野修身。昭和18年元旦、生き残りの第17軍将兵全員に甲板2個と金平糖1粒が配られた。兵士たちは無言で祖国の空を仰ぎ見ながら噛みしめた。これが最後の食料であった。1月10日パッチ少将以下5万の大軍が総攻撃を開始した。白骨と死体の間にうずもれているアウステン山の守備兵たちは木っ端みじんに吹き飛ばされていった。足らずの攻防戦であったが、日米双方この島につぎ込んだ物量は気の遠くなるほど莫大なものであった。ソロモンの海は鉄くずでうずもれ、全島の山も川も死体で覆われた。日本は第17軍だけで投入兵力 31,400 のうち 28,000 人を失い、このうちの約 15,000 人が飢えと病で死んでいった。これに対して連合軍6万の部隊の損害は死傷5000人であった。ガダルカナル島撤収作戦は2月1日、4日、7日の3時にわたって、いずれも夜間に駆逐艦の大部隊を動員して決行。収容した将兵は 12,805 名。撤収作戦は大成功であった。アメリカの戦士家モリソンはこれを世界戦史上これほど見事な撤退作戦はないと絶賛した。4月17日午後、ガダルカナル島基地航空隊司令官マーク・ミッチャー少将は、海軍長官ノックス大将からの電報を受け取った。ソロモン方面部隊はたとえ全滅となるも、山本清を細く撃墜せよ。長報によれば、山本提督は時間に極めて厳格なりと強調しあり、大統領はこの作戦に重大な関心を有す。結果は直ちにワシントンに報告せよ。黒い未亡人と呼ばれた夜間戦闘機 P38 18機が18日午前7時25分ヘンダーソン飛行場から離陸開始した。4月3日トラック島司令部の山本長官は宇垣参謀長と共にラバウルに飛んでいた。ニューギニア北東部沿岸とガダルカナル方面の米軍基地及び船艇をしらみつぶしに攻撃する異能作戦を発令。4月7日11日14日の3度にわたって各基地を攻撃。その大戦果に山本長官は満足し、16日機動部隊をトラック島に引き上げさせた。4月18日午前8時5分、長官自ら最前線のブイン・ショートランド方面に視察のため、宇垣参謀長と2機の一式立行に分乗し、6機のゼロ戦とともにラバウルを飛び立った。
大空の帝王山本五十六大将がブーゲンビルの空に散った。軍政軍令無双の才能と航空の知識を持つ帝徳としては世界最高と言われた。この戦いで山本長官が残した数々の戦歴の中でも、ガダルカナルから1万2000の将兵を撤収し多くの生命を守ったことが、これから先にも永遠に語り継がれていくだろう。太平洋戦争最後のそして最大の決戦場となった沖縄、大本営の命令により本土決戦の防波堤となった全県民は無残にも戦火に巻き込まれて10万人以上の犠牲者を出した。沖縄は世界戦史に類のない悲劇の島々であった。昭和20年4月6日、主力戦艦大和を中心とした海上特攻艦隊が徳島から沖縄に向かって出航。翌7日、九州南方徳之島沖で386機の敵攻撃機による猛爆を受け沈没した。この時点で日本連合艦隊は壊滅した。この海上特攻作戦と同時に神風攻撃による菊水作戦が発令され、九州の各飛行場からありったけの飛行機が沖縄の空に向かっていった。この映像は4月14日から18日までの4日間沖縄本島沖での激戦の記録である。奇襲作戦は米軍を奈落に突き落とした。沖縄を包囲していたアメリカ連合艦隊は大混乱に陥った。スプルーアンス艦隊長官はこの戦いで初めて弱音を吐いた。神風による我が艦隊の喪失と損傷は誠に甚大である。使用しうる全ての飛行機で九州と台湾の航空基地を攻撃するよう進言すると司令部に泣きを入れた。4月6日の菊水1号作戦から27日の4号作戦までに2393機の特攻機が沖縄の海上に散っていった。昭和19年6月29日、沖縄守備隊の兵士4600人を乗せた輸送船富山丸が
鹿児島から沖縄へ向かう途中、敵潜水艦に撃沈され、4000人以上が戦死した。それから2ヶ月の後、8月21日の午後6時35分、6754トンの対馬丸が、集団疎開に送られる7歳から15歳までの825人の子供たちと、一般の疎開者836人を乗せて、那覇港を出港し、鹿児島へ向かった。翌朝4時、米潜水艦ボーフィン号に発見され、十数時間追跡された後、この夜10時頃、鹿児島の南西260キロ地点で、ボーフィン号から発射された2発の魚雷を飛弾して沈没した。1661人の乗員中生き残ったのは一般疎開者118人、子供たちはわずか59人であった。その後も引き続いて米軍が沖縄へ上陸するまで約8万人が九州や台湾へ疎開していったが、攻撃を受けて沈没した疎開船は対馬丸だけであった。昭和20年3月23日、アメリカ連合艦隊の主力艦から沖縄本島に向け猛烈な艦砲射撃が開始された。連合軍は沖縄作戦にオペレーションアイスバーグ氷山作戦という暗号をつけていた。沖縄はサイパンや硫黄島と違った島である。日本本土の右腕の部分として広い島内には日本軍の大部隊が配置されている。島民の人口も今までの戦場にはなく多大であった。しかも九州各基地からの戦闘機部隊の行動範囲に入っている。上陸作戦は必要以上に難航するであろうとバックナー中将は断言していた。その氷山作戦の X デーは4月1日に迫っていた。米第58機動部隊は沖縄本島を無力化するために X デーまでに延べ3000回に及ぶ空爆と砲弾5000トンを撃ちまくった。沖縄本島西方海上20キロ地点にあるケラマレット、ここ渡嘉敷、座間味、赤の3島に日本の秘密兵器の基地があった。そこには木製のモーターボートの先端に爆弾を仕掛けた簡易人間魚雷があった。米軍機の攻撃で海岸に秘匿してあった人間魚雷が被弾し、100隻の人間魚雷は一瞬にして誘爆し吹き飛んだ。その3日後の3月26日、前日に硫黄島を占領した米軍が間髪を入れずテラマレットに上陸した。わずかばかりの日本軍守備隊は山中に立てこもり、非戦闘員の島民を道連れに無謀な戦闘に突入、玉砕していった。氷山作戦の X デー4月1日早朝、スプルワンスの第5艦隊1400余隻45万の隊員が
が沖縄本島を取り巻いた。主力上陸部隊第10軍司令官バックナー中将が上陸開始を発令したのは午前4時6分。米軍は日本本土を空襲するための基地としてサイパン硫黄島を手に入れた。次に計画されたのが日本攻略のための最短基地として沖縄を占領し、ここに膨大な物資と軍隊を運び込んで日本本土に侵攻する飛び石作戦を立てた。この日の上陸部隊5万、日本軍の反撃もなく足を鳴らさずに沖縄の砂丘を踏んだ米兵たちは、今日はエイプリルフールなのだとそれぞれ自分自身に言い聞かせながら前進した。4月4日米軍は北谷、島袋、大山、宜野湾に侵攻、本島を遮断、南下そして北上を開始。北の読谷嘉手納の那珂飛行場を制圧。これに対し洞窟にこもって鳴りを潜めていた日本軍は4月7日から大反撃に転じた。特に首里の軍司令部を防衛する重要地点宜野湾市の嘉数高地と浦添市の前田陣地での防衛戦は熾烈を極めた。上陸地点の読谷、嘉手納、北谷の住民たちはわずかの食料を手にして高尾山や永田の山中にある洞窟に身を隠していた。彼らは他の県民たちと同様に守備軍の防衛陣地構築に献身的に協力した。空腹に耐えながら日の暮れるまで飛行場や地下壕を掘りに明け暮れた。捕らえられれば殺される、鬼畜米英と言っていた恐ろしい鬼たちが目の前にいる。だが長い間の地下生活、飢餓寸前に救出された者たちは運が良かったのかもしれない。この戦争で大部分の県民たちは運が悪かった。座間味、赤、渡嘉敷、ケルマの各島住民たちは守備軍の将兵から駐在所巡査を通じ、動ける者は男女を問わず戦闘に参加、老人子供は忠魂碑の前で自殺せよとの命令を受け、613名が集団自決した。また伊江島の戦場では4月21日婦女子を含む1500人の住民が竹槍を持って米軍に突撃、全員が死んでいった。難攻不落であった首里城の地下司令部から5月22日牛島司令官と長参謀長をはじめ守備軍首脳が南部の摩文仁紀安半島一帯に撤退していった。守備軍の中で最精鋭を誇る関東軍の主力第9師団金沢7連隊、富山35連隊、敦賀19連隊を大本営は米軍上陸前に台湾に移動させていた。
このため防衛網が薄弱となり、この穴埋めとして急遽補充部隊を招集した。16歳から45歳までの住民たちが戦場に駆り出された。守備軍は崖っぷちまで追い詰められた。牛島司令官は摩文仁の洞窟から一歩も外に出ることもできず、何ら打つ手もなかった。戦局も終わりに近づいている。軍備作業員として徴用された中等学校の生徒1848名は鉄血勤労隊と名付けられ、両手に手榴弾を握らせられて敵陣へ突入していった。県立第一工女と沖縄師範女子部両校の生徒で結成されたひめゆり部隊の隊員は、翌日の卒業式を目前にしながら戦場に駆り出された。6月18日、糸洲部落に米軍戦車が侵攻してきた郷内で看護していた隊員たちは、ガス弾による攻撃を受け、手榴弾によって自決した。沖縄決戦で動員された男女生徒2440人中、1298人が戦死した。6月23日、鉄血勤労隊の死守する摩文仁の軍司令部に米軍が迫り、牛島司令官と長参謀長が自決。同じ頃、この年の1月末に赴任した島田県知事も自決したと伝えられる。傷ついた人々が重い足を引きずりながら岩陰から出てくる。捕らえられれば殺されると信じていた住民たちには、米軍に降伏するのは大きな決断と勇気を要する。生き残ったのは稀に見る幸運であった。軍部から投降拒否や自決を命じられ、親兄弟バラバラになって戦場をさすらい、飢えと渇きに苦しみながら洞窟に潜み、死の寸前に米兵たちに救出された人々。久しぶりに見る太陽は眩しく、久しぶりに飲む水が五臓六腑に染み渡る。長い恐ろしい戦争は終わった。だがこの時から捕虜としての惨めな生活が始まる。
島々各地に建てられた収容所に難民がやってくる。テント張りだったねぐらも自分たちの手でバラックを建てた。十分というほどではないが、水も食料も薬もあった。照りつける太陽は降りしきる梅雨で体中に染みついたカビ臭い匂いを焼き消してくれる。この頃の東京は連日の空襲で焼け野原となり、 B-29 も爆弾を落とす場所もなく東京上空から姿を消していった。日本はまだ戦っている。今度はどんなことになっているのか、そんなことを考える余裕もない。もう全ては終わった。しかもここはもはや日本ではない、アメリカの領土なのだ。もしかしたら我々はアメリカ国籍になるかもしれないと皆がそう思っていた。沖縄が占領される数日前、大本営は最高戦争指導会議を開催し、本土決戦断行の方針が決定した。そして6月25日、次のような発表をした。6月中旬以降における沖縄本島南部地区の戦況を次のごとし、太田少将の海軍部隊は6月13日、全員最後の切り込みをせる。牛島中将は6月20日、敵主力に対し全戦力を挙げて最後の攻撃を実施せる。作戦開始以来敵に与えたる損害は地上人員約8万、敵艦船撃沈約600隻なり。沖縄方面の我が官民は敵上陸以来島田知事を中核として挙げて軍と一体となり、広告誤字のため終始関東せる。沖縄軍玉砕の事実を大本営は以上のような文章で発表した。沖縄攻防戦はアメリカにとっても日本にとっても地獄の戦場としか他に言葉がなかった。日本人戦没者244,136人、アメリカ兵12,520人、14歳未満の子供たち11,483人を含む県民10万人以上に上る犠牲者を出したこの戦いは、そして太平洋戦争最大の悲劇。このシナリオは誰が書いたのか。